トルする仲間を選んでくれ。キャラクターを登録するんだ。7枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くとこのチームで戦うならチーム決定だ。次にバトルアプリ、バトルアプリの発動ラウンド。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。敵が現れたぞ。準備はいいか。見せてやろう。容赦をしない。
今回のスコアだ。バトルアプリ素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。アクセサリーゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。バトルアプリのチームボーナス効果で経験値が減る。我が一族のものなどと取り組め。仲間との友情が深まったぞ。仲間との絆が深まったぞ。絆レベルアップだ。ここは今は通れなさそうだ。バトルする仲間を選んでくれ。戦うキャラクターを登録するんだ。このチームで戦うならメタルを選んでチーム決めば僕だ。おや、君と一緒に戦う。次にスーパーヒーローロボのバトルアプリを発動するラウンドを選ぶんだ。バトルアプリはバトルアプリの発動ラウンド。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦闘開始。敵が現れた。準備はいいか。身のほど知らずだ。このバトルではチャージインパクトに勝利するとトルン7個集めると
フォルニアスーパーバトルスロットが発生。バトルに有利な効果が発生。真面目にやって体力も真面目にやって。バトルアプリのチームラウンド1、仲間のアビリティ発動。敵のアビリティがあるか。ここからが本番だ。少し本気を出し、少し本気を出し。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、発展決定。仲間のアビリティ、仲間のアビリティ発動だ。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。トルニアスーパードラゴンボールゲット。トルインはスーパードラゴンボールゲット。うわ、君のチームの攻撃だ。あなたはどうぞ。こちら、ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。トルインはスーパードラゴンボールゲット。こちら、ラウンド2。敵のアビリティ発動だ。ここからが本番だ。もし本気を出し、もし本気を出し、赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。いいガードだ。しゃべれ！
のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。ガード成功。敵のアビリティ発動だ。ラウンド3。敵のアビリティ発動だ。ここからが本番だ。もし本気を出してやる。ここがスーパーバトルスロットチャンス。ドラゴンボールを7つ揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。これはラッキー。バトル終了後トルニアスーパービッグボーナスが発生するぞ。オッケー。トルニアスーパーバトルスロット効果発動。今回のスコアだ。ポルンガスーパードラゴンボールをバトルアプリの素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。ポルンガスーパービッグボーナスタイム。ボールが止まったところに書かれたボーナスがもらえるぞ。ビッグボーナスに止まればウマシンに溜まった経験値を全てゲットだ。ルーレットスタート。さてどこに止まるかな。経験値ゲット。今回もらえる経験値がアップしたぞ。ではまた挑戦してくれ。さらばだ。アクセサリーゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。バトルで頑張ったこと経験値がもらえ。バトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。また最強に近づいた。仲間との絆が深まったぞ。